平野だけでなく、戸部に所属する元キスマイフット2の北山博光は、4月5日スタートの、君が獣になる前に、テレビ東京系で主演を務める。彼の輝かしいキャリアが、新たな局面に突入している。かつてキング、プリンスの一員であった平野史洋は、旧ジャニーズ事務所を離れ、滝沢秀明氏が率いる、戸部への移籍を果たした。岸優ユ神宮寺ユ太タと共に、新たなグループ、ナンバー、愛を結成し、 1>, 1月1日に発表されたファーストデジタルシングル、ゴートが大ヒットを記録している。しかし、その活躍は音楽だけに止まらない。ヒラノは高級ブランド、ルイ・ビトンとのパートナーシップ契約を果たし、イブ・サンローランのビューティーライン、イブ・サンローランボーテのアジアアンバサダーに輝いた。特に注目されているのが、サントリーのジン、ミス、SUI の新 CM キャラクターとしての起用。テレビ CM が多数放映され、 東京、渋谷や大阪での巨大広告が話題を呼んでいる。この人、ミス、SUI に対する平野の企業には、ネット上で、ミス、SUI を購入する声が相次いでいる。まさに、平野売れ、現象が巻き起こっており、テレビ CM により、その勢いは一層加速することだろう。一方で、平野の成功は、ト米の遺跡によるものだけでなく、旧ジャニーズの性加害問題が影響する中、 これまでの数年間で通例とされていた、やめ、ジャニモの大きな仕事に就けないという難しさを乗り越えてのものであると言えるだろう。その一環として、平野は新たな局面に挑戦。民放ドラマの主演が見え隠れしており、これにより彼の幅広い芸能活動が拡大することが期待される。すでに、戸辺のテレビ戦略が注目を集めており、平野がどのようにその一翼を担うのか、ファンや業界関係者の期待は高まっている。 やめ、ジャニゴの成功例として、平野史業の名前が挙がる中、サントリー人の戦略説明会でも彼への期待が高まっている。アルコール飲料である人の拡大計画が発表され、特に、ミス、SUI が主力商品として注目されている中、平野にかかる期待は非常に大きい。さらに、平野の個人的な活動に焦点を当ててみると、その華やかな魅力が一層際立ってくる。 高級ブランドとのコラボレーション、ビューティーラインのアンバサダーとしての起用、そして新たな CM キャラクターとしての活躍。これらの要素が一体となり、平野紫耀のキャリアに新たな奇跡を刻みつけつつある。新たな局面に突入した平野紫耀の活躍に、多くのファンや支持者が期待と興奮を抱えていることは言うまでもない。その期待に応え、どんな新たな展開が待ち受けているのか。 平野の未来がますます注目される今、彼の躍進を見逃すことはできない。ただし、これまで、平野ファンからはその姿をテレビ番組で見られないと嘆きの声が上がっていた。所属する戸部は YouTube や体育トークなどを活用した戦略がメインだったからだが、今回の CM 出演を皮切りに、平野のテレビ進出が一気に解禁、となるという。 平野にはドラマ主演の話も進んでいるといい、金プリ時代から関係性が強い日本テレビのドラマだと聞いていますよ。また、ナンバー、愛としてバラエティ番組のスタートも噂されている。出稿量が多い、ミス、SUI の CM に出演している平野ですから、収益的にも、テレビ局としても平野を番組に出演させたい思惑もあるでしょう。24年は再ブレイクの年となりそうです。 平野だけでなく、戸部に所属する元キスマイフット2の北山博光は、4月5日スタートの、君が獣になる前に、テレビ東京系で主演を務める。同じく戸部所属の元 V6、三宅健と共に、バラエティ特番に出演も果たしており、戸部の大構成が始まりそうだ。戸部は、3月に所属アーティストが勢ぞろいする初のコンサート、トゥーヒーローズから戸辺ファーストスーパーライブを東京ドームで開催予定。 4日間行う公演とあって大注目となっていますが、この公演前後に、戸部は所属アーティストを次々と地上波のテレビ番組に出演させるという構想があるようです。創設者の滝沢氏は、大手広告代理店のスタッフやテレビ局幹部と組んで、ナンバー愛のメンバーや三宅、北山を中心にテレビ進出を本格化させる取り組みを模索中と聞いています。24年は、 旧ジャニーズ事務所のタレントで未だに占められている男性アイドル市場が大きく変わる歴史的な年になるかもしれません。これまで地上波ではあまり見られなかったトめのタレントが今年は頻繁に番組出演しそうだ。一方、旧ジャニーズ事務所のタレントの多くは新事務所 STARTO エンターテインメントとエージェント契約を結ぶ予定だが事務所の本格指導は4月からとも。 トベを率いる滝沢氏としては、その前に、という思いもあるのかもしれない。